3年分のこのたまってた思いなきにしてもあらずかろうじて常人っていうか狼からかわいクマさんにの怖い世界に自分が入るんだって思うとそれの話話ては忘れてくださいそんなわけがないでしょ<な><な>この日を待ってたんですよね鈴木さんは怖くて僕ずっと足が震えてます全然そんなことなかったです、はい <laughs> さあ皆さんカメラの方にね一度手を振っていただければライブビューイングの皆さんがねお喜びになられると思いますんでよろしくお願いします松坂さんはいいや井かさんはい「一匹おかみの刑ジ前作は随分ですねまだ大学での坊ちゃんの空気も残ってましたが広大が全然違いましたね今回いきなりちょっと見てみましょうかこちらの映像はい人を殴るために空手をやっていたわけではない前回ですね 時じゃない、うんうん、あれ全然違う <laughs> 口応えションは全員豚箱叩き込んじゃう。別人ですよこれエローさあというわけで全く違う役でした <はい S 1> 前回薬局でね <laughs> 一回お得もありましたけども、ねはい、まさに大神の DNA を引き継いだのかというような全く違うような役柄を演じてみていかがでしたかいやーそうですね、まあ、3年の月日が経ったというまあ作中で設定なんですけど実際にやっぱりこの前回から本当に3年経ってるんですよね、はい、ちょうど3年撮影にちょうどそうなんですよ、はい、まあだからこの3年分の,この溜まってた思いといいますかね、はい、まあそれをこうぶつけたいなと思いまして、うんはい、そしてそれ僕の,のライターも もらいたは本当にもらったんですよ。あ実際に実際に、はい、あの前作の時に、はい、あの役所さんから、はい、あのいただいて、うん、でそこから自分もその個人的にこれをこうお守りのようにこうずっと持っていたんですよね。はいはいはい。その温めたものをあ今回レベル2では全部こうぶつけるといいました。確かタバコ屋のおばちゃんから情報を得るためについでに買ったやつですよね <laughs> めちゃめちゃ詳しいですね。前作でそうなんです。はい。 それを大事に持っていたと持ってていいたたたとままししねねかせましたねようやく行かせることができてはいはい、はい、さあそしてですね日岡の宿敵上林ということで鈴木さんあまりの上林の非道さに正直引いてるんです <laughs> <laughs> すぐマネージャーに電話してですね,ね共演 NG 出したぐらいなんで <laughs> あいつはやべえと。 役抜けてますよね。特にこっちサイドで言うと今回役抜けてますよね。抜けてなかったらすぐ帰りますけど僕ら。多分大丈夫だと思います。多分大丈夫ですか。いや本章あんなとこあるんじゃないですか。まあ泣きにしてもあらず。泣きにしもあらず。相当危ない。この後ね皆さん見ていただけるんで僕の言ってることは大げさじゃないと思ってもらえると思うんですけども。かもしれないですね。いかがでした今回の役。まあ今回その続編ということであの。 りくん演じる日岡をどうやって追い詰めるか、うん、追い込んでいくかある種ずっと攻めの芝居だったので悪役としてのその醍醐味といいますか、うん、こんなに攻めてばっかりの役というのは今までなかったなというような思いをさせていただきましたね。あのね本当に 宇かじさんってすごい勝った人なんであんなことしたらダメですよ <laughs> これみ見てもらうと分かると思うんですけどそうですね知りませんよ後でちょ監督に言ってくださいあ監督に、ね、あ監督の指示ですか監督の指示ですあそうですねあのバイクに乗るシーンがですね2歳上ぐらいの危ない先輩のバイクの乗り方とそっくりでしたけども <laughs> そうですかあれはやっぱそういう。 経験があるんですかいやいや僕はバイクは分からないですね分からないということで今回演技であのフォームで乗ったわけですねい、と思ます大股開きのあれ教習所やとハンコもらえないですからねそうなんですねこんなんで乗ってたらあれ確かに僕も教習所で免許取った時はあんな乗り方してなかったじなね、グリップが大事ですかグリップ、懐しいけど村上さんはいさあンタを演じていましたが若さゆえの暴走といいますかはい若さゆえに なんで弾かないんだというずっとそういう役でしたけどもいかがでしたいやそうですねもう周りがもうエネルギーが200%ぐらいの人たちがいてもうスーパーマンじゃないですかほとんどの人たちがスーパーマン僕は一応なんていうんですかねかろうじて常人っていうかかろうじて常人そうですね若者の役ですからそうなんです精一杯っていうかはいはいはい 基本的には巻き込まれ事みたいいななとこあるじゃでですすかそうね、基本的にずっと巻き込まれてましたねもちろんどっかしらい自分の意思も入ってきているんですけどそれもなんかやっぱ上林さんとキーさんに植え付けられてるみたいなお互いからの洗脳みたいな部分も両方と関わりのある役でしたもんねなので洗脳から解けましたかまだちょっとこう若干残ってる早めに抜いてください さあそしてお姉ちゃん役の西野さん <laughs>、はい、心配でしたよね心配ですよ心配しかかけないのでそうですねただ僕西野さんで驚いたのは、はいまあ、汚れ役と言ってたんですけど、うん、ちょっとやさぐれた <laughs>、はい、<laughs> あの髪型のメーカーああいう役に挑戦するのは初めてなんじゃないですか、はい、初めててでしした。地毛を全部ブリーチして あ地毛からどうですか、やってみて演じてみてこういうファッションといいますか、えー、見た目というか。どうなんですかね、自分ではなんか、うん、あ新しいなやっぱ見たことないなって感じで新鮮さはありましたけど、はい、これ、役やったからよかったですけどアイドル時代にこの写真流出したら大変なことになってましたもんね。そ、はい、そうでですねね、えー、の時代ととと確かにに新新鮮鮮演じられたと新鮮でしたし、はいうん、ちょっと、ね、松坂さんと 接近するようなシーンもありましたが、あ、そうですね。はい、はいはいはい。どうでしたか松坂さんあの後ろから迫っていくシーンみたいなのは、<laughs> ああそこですか。はい。監督がノリノリでした。<laughs> <laughs> あなるほど。ある意味緊張感のある現場ですね。緊張感ありましたね。<laughs> はいはいはいさあ。そして今回新たに極道側のキャラクターとして登場したのは斉藤さん、乙女さん、そして吉田さん見事な極道っぷりでしたありがとうございます斉藤さん。はい。いかがでしたか。 そうですね僕は前作の後に松坂さんと、はい、あの違うお仕事でご一緒した時にオオからかわいいクマさんに返信してた時なんですけどその時にもさっき持ってらっしゃったもうライターを片時も離さず持っていらして<お>この作品、まあ、続編にかける意気込みというかはい、はい、松坂さんが背負ってるものっていうものをひしひしと感じて。 そうやったんですねずっともうお守りのようにお守りのように空港次第では募集ですからだから気をつけてくださいそうなんですよだからちょっとそこは気をつけて気をつけてで斎藤さんもこれはちょっと気合い入れていかなあかんというそうですねただあの上林さんがアベンジャーズのサノスレベルのヴィラン感というかラン感あこの映画じゃ見たことないこんな悪役見たことないぐらい。 トム・ハーディーですね,したね改めてだからその二人のバトルっていうものはもう日本映画史に残るなと間違いなく斉藤さんのこと心配してました本当トラウマで商店街歩けないんじゃないかと今思ってますそうなんですよシが来ますん <laughs> 商店街 <laughs> さあそして沢田さんはいいかがですかちょっとまた 危ない空気出してる役でした、ね、いやでもほん前作を見てからこの作品に入らせてもらったんで、はい、もうあの怖い世界に自分が入るんだって思うと、うん、もうめちゃくちゃ緊張して怖かったですねいやなんかその口数の少ななさが異様な迫力を感じましたよ <laughs> いやでも本当現場に行くのが本当怖かったです僕自身も <laughs> これはやばいと、はい、やばい現場になるとで現場行って撮影してる時も、はい、鈴木さんとかが撮影なくても、うん、たまにこう現場に はい、撮影を見に来られたりするその時ジャージにマスクで広島のやべえやつが来たんじゃないかなと思って鈴木さんって分からずに、はあ、すごい人がなんか撮影現場に絡みに来たんじゃないかと思ってこ <laughs> これは大変なことになるととるそれもすっごい怖かったですねはい、はい、やっぱりほら皆さんビビらしてるじゃないですか <laughs>、えっと、パトロールですパトロール そヤンキーーがよく言ううややつでしたけど <laughs> バトロルちょっと上林組の登場シーンが少ない時期とかがあったんで撮影中に、はいはい、そういう時はちょっといるぞとなるほど我々ずっと広島いるからなっていうのをちょっとこう <laughs> アピールも大事ということでさあそして吉田さんちょっとこちらに入ってる情報では,はいいですか、はい、チクリがあるんですけど。はい 最初、役所さんの代わりの役と思って行ったみたいな、はい、それの話は忘れ話忘てください、ね、<laughs> そんなわけがないでしょいなんかなんちょっとあまりにも興奮してね興奮しちゃったんですよ、ね、やっぱりこの年ワン見てるので、はい、まあちょっと分かんなくなっちゃったんですねおファー来た時お役者さん死んだから俺が次役さんん <laughs> どういうそ復活劇があると思ったんですかいやもう原作読んでないにもほどがあります、ね、<laughs> ちょっと何だか分からない状態になって現場いかがでした あのね、最初のシーンがね、宇和さんと寺島さんと、まあある意味、本物の方と一緒のシーン。ある意味、ある意味。本物誤解を招かないようには言ってくださいよ。ある意味ですある意味ですね。見た目がと。そこでまあ、ヒリヒリとしたね、なんて言いますか、これは始まったな、このを持ちなと。本物やなと。 かかからら気い入れななってうとこ始ままりしたねるほどそして次の日かその次の日に松坂君とお会いしましてまあ痩せてるやつ。そうですよねびっくりすごく絞られてましたもんねでまあタフな役なんでね果たしてその原料は正しいのかどうかっていうかちょっと一瞬思ったんですけどもまあスクリーンに映ってみれば正しかったわけですねシャープといいますかその辺ちょっと松坂さん聞いてみましょうかその原料 はいはい。わやっぱそのこれは絞った方がいいと思われたんですか。なんかあのー、いわゆる、はい、その植えた感じというか、はい、そのこう培、はい、つくばってるいわゆる経験みたいなものにもつながればいいなという思いで、はいな,うん、なんかこうカンブリーさんウェウェカンウみたいなものがちょっと欲しかったんですよね。自分の中に。まそこからこうつながるこう復讐心だったりとか。はい 全員とっちめてやる豚箱を叩き込んでやるっていうような、はい、そういうなんかこうエネルギーみたいなものも含めて全部なんかこう作っていきたかったっていう別に公開後に松坂式ダイエットとかで本出して一儲けする気持ちはないですよねないですけどあれば知りたいです、はい、れあれば知りたいです、はい、前作から出演している滝藤さんそして中村さんいかがでしたかニューヒヨカはそうですね、はい、あのシーズン1っていうかパート1でコテンパンにやられたんではい この日を待ってたんですよね年やり返してやるともうだから最初に見た時はどんな感情が自分の中に湧くのかすっごい楽しみだったんですけどなんか自分でも思ってなかった初恋の人に会ったみたいな気持ちになっちゃったんですよ実は待ち焦がれたとったよっていう感じがとても不思議な感覚でしたなるほど初恋の相手だったと実は会いたかった 適当に喋ってませんよね。いや現場でもおっしゃってました。あ現場でもおっしゃってたんですね。中村さん新聞記者役で、はい、いかがでしたか。前回ヒヨカトの絡みはなかったんです。なかったですね。はい。さあこの書いたこの役はい今回はクランクイン初日の日は鈴木涼平さんと同じ場面をやれやらせていただいたんですけど。はい。 やっぱりすごく怖くて怖かったですよねやめてください本当に鈴木さん怖くて僕ずっと足が震えてます全然そんなことなかったですまあ生き生きしてましたよそうですねなんとなく嘘ついてるのはすごく分かりました今この人今嘘ついてるという空気が出てましたけど松坂桃李さん本当に作り込んできてすごくシャープになってね痩せたなと思って僕も今この時の撮影から比べて僕自身もう今1 7キロぐらい絞ったんですけど誰も言ってくれない <laughs> なんかあんま変わんないんだなと気づいてくれないんですか気づいてくれない,い,いあ,あのヒゲですよねやっぱヒゲの分量がやっぱこうすごいからじゃないですかねヒゲの分量がすごかったら見えないんですかねいやだから気づいてくれてる人は気づいてくれてると思います、はい、いやそんな気づかなくていい、ね、<laughs> <laughs> あさあここで SNS の質問先ほど募集したんですけども、はい、早速来てるみたいなんでねここまで聞いてます あなるほど松坂さんに質問一番大変だったシーンはどこですかああこれに関しては、うん、もう亮平さんとの、はい、まああるシーンが、はい、3日未満かかったんですよねえー、ワンシーンでワンシーンンかかった それはやっぱりこうちょっと体力的にも精神的にもこうお互いこうヘロヘロになりながらもなんか血と汗ともうなんかいろんなものがこう出ながら3日間こう走り抜けた感じはありまねそのシーンを同じくした鈴木さん、はいかかがででしたそうですねやっぱり,やり終わった後は、まあ、敵同士なんですけどちょっと戦友感が芽生えたといいますかます、ね、ちょっとお互いが、まあ、役の上でもそうですけどちょっとそのなんか。 認め合った感がありますねあ実は2人だけがね通じてるみたいな、うん、何どこかでやり合った我々にしか分からないものが多分日岡と上林にもあったんじゃないかなとは思いましたそうですねそれを滝藤さんがずっと見てたわけですねだからいやあれはだって 僕、スタンバってましたけど、2日間なかったですけどね、撮影。そうですよね。今日もありませんれるだけ読まれてそうですかって。2日間帰りましたもん、もう一回ホテルに。はいはいはい。すっごい熱量でしたよ。ああ、そうですか。うん、素晴らしかったです。あのシーンはどうだったんですかダイジェストでも使われてると思うんですけど、予告編の。はい。ガラスを突き破るシーン。ああ、結構すごいなと思ったんですそうですね、この手錠してる状態で、そのビルから飛び降りて、まあ。 警察署からある事情があってあるんですけど、まあ、そこはまあリハーサルも何度かこう重ねて、うん、1>, 1日その飛び降りるリハーサルっていう日がありましてまさか人生でそんな1日があるとはねいやなかなかないのでん,なんかこうまあハーネスっていう、まはい、いわゆるこのリーですねワイヤーで釣るワイヤーで釣るためにつけるこうまあこう装具があるんですけど。はいはい それも本当にだんだんこの辺の締め付けが結構強くなってきて、ここも経験ありますけど、もうなんか終わった後とか結構ガニ股になるぐらいな感じがありましたね。なるほど。まあでもまあ安全面はもちろん考慮されて撮影されてるとはいえ、そうですね。切抜いたら大怪我のシーンですもんね。本当にもう監督がもうそのままポーンとこうもっと突き破る感じで行ってほしいみたいな。 ぜひそのシーンもこの後皆さん、はいえー、注目して見てほしいんですけども。